自民党の最大派閥安倍派は塩谷立元文部科学大臣を座長とした新体制に移行しますが、派閥の方向性を決定する常任幹事会の人選をめぐり調整が続いています。派閥の方向性に森喜朗元総理が影響を与える中で、森氏と不仲の下村博文元政調会長はそのメンバーから外れています。私の取材では森元総理だけでなく五人衆も下村氏のことをよく思っておらず、下村外しが積極的に行われたとのことです。では下村氏がこれに反旗を翻して派閥分裂につながるかというと、下村氏と共に行動する議員はほとんどいないと見られています。とはいえ最大派閥の分裂危機だけに下村氏が今後どう動くかが注目されています。